平野を流れて自由蛇行する川と流路が変化するごとに新たに形成されてきた数多くの三日月湖及び古い時代の三日月湖の痕跡ロシアはシベリア北部の山る半島付近蛇行の進行蛇行とは蛇が這う姿のように曲がりくねって進むことを指すまた川や気流が曲がりながら流れることを指す川の流れがカーブの内側となる場所は流れが遅く 土砂が堆積されるが、外側となる場所では、流れが急で、水深も深い。川は、地形の低い場所に水を流すため、自然状態では通常蛇行する。なお、ドイツの流体力学者、テオドール・シュベンクは、蛇行の原因は、河川の断面方向にある二つの螺旋流であると、著書出すセンシブルカオス、ストロメンデス・ファーメンスチャルファン・インバッサーウント・ラフトの中で述べている。 また、蛇行は、洪水の原因となるため、第二次世界大戦後の日本では、川の改修工事が進んで直線化し、元引く川、旧川といった場所に蛇行を残すだけのことが多い。逆に自然を取り戻すために、一度直線化した稼働を、再び蛇行させる試みもある。河川の蛇行は大きく自由蛇行と潜入蛇行に分けられる。自由蛇行とは、低地部において、 河川の流路が自由に変更可能な蛇行のことであり、攻撃斜面での侵食と滑走斜面での堆積によって流路変更がなされる。自由蛇行の両側において自然堤防が発達し、堤防の外側では低出地が見られる。河川が大地などを掘り割りって流れ平地へ出た後、自由蛇行が発達する場合がある。潜入蛇行とは過酷における蛇行のことであり、 屈作蛇行と生育蛇行に大きく分けられる。屈作蛇行は自由蛇行の河川において侵食作用が活発化主下国が起こることで地形が形成される。一方、河国は小さいため、下国の断面は左右対称となる。生育蛇行では、下国に限らず河国も行われ、蛇行の振幅も増大させ、下国の断面も非対称になる。 攻撃斜面では植生に乏しく岩石が露出しており、侵食の進行により、国壁の傾斜が大きく、斜面崩壊も起こりやすい。一方滑走斜面では、関係者であり、災害も起こりにくい。なお、潜入蛇行の大多数は生育蛇行であり、屈削蛇行はあまり存在しない。ありがとうございます。